カニグー山は、フランス、ピレネー山脈東部の山。切り立った斜面と海岸近くに伸びる劇的な外観から、18世紀まで、カニグー山は、ピレネーで最も高い山と考えられてきた。カタルーニャ・ナショナリストは、カニグーを象徴的存在と捉えており、山の頂上には、カタルーニャ国旗で飾られた十字架が建てられている。毎年、聖ヨハネの日の前日にあたる6月23日、山頂で松明をつける、カニグーの炎という行事が行われる。人々は、不審判をして火を灯し続ける。そして、トーチリレーで松明を点灯させ、別のかがり火に火を灯すのである。冬場を除いて、頻繁に登山が行われていて、普通は近くに、有名なサンマルタン・デュ・カニグー修道院がある麓の、カステイユ、または、付近のベルネレバンから4輪駆動車で、コルタレ山荘まで行き、そこから歩いて山頂に達する。ピラニーズチーム、クロア・ジュ・カニグー・ハット・ベルムと、エーラ・レブダ・デラ・フロマ・デル・カニゴ・カニグー山への、登山カニグー山登頂。ありがとうございます。